関税自主権とは国家が輸入品に対して自主的に関税を決められる権利。一般に関税自主権が話題に上がるときは関税自主権がないことについて述べられることが多いが一般にここで言う関税自主権がないとは他国が勝手に税率を設定できることを指すのではなく税率の改定に他国との交渉を必要とする状態を指す。日本史においては 江戸幕府末期に諸外国と結ばれた不平等条約に関する話題として関税自主権が取り上げられることが多い。現在の日本は世界貿易機関に設定されているからである。そもそも国家において租税は国家の運営や歳入歳出にかかる根幹である。その上で特に関税は単純な国家収入の確保という目的以外にも自国産業の保護や 新興政策という側面や外交の交渉材料という側面がある。例えば、ある発展途上国が自国の工業を新興しようとしても、工業先進国と比較して絶対列位にある場合には、自由競争下では安い他国製品に駆逐されてしまう。そこで輸入関税を導入することによって、他国製品の価格競争力をそぎ、国内において対等もしくは、 自国製品が優位な状況を作り出すことができる。また、同じ種別の製品であっても、輸出元の国家によって税率を変更することで、特定の国への信頼関係の構築など、有力な外交材料となる。一方で他国からすれば高い税率は、自国製品の競争力を削ぐ上に、その税分は何の利益にもならないため、低い税率が望ましい。そのため、 関税は外交において重要な交渉時となる。例えば農業国は工業国からの工業品の税率を下げる代わりに、工業国は農業国からの農産物の関税を下げるといった固形関係を構築する。これは比較優位や国際分業といった自由貿易の推進といった形で現れることもあるし、その関係を利用して競合する。 産業国を経済圏から締め出すといった経済同盟の構築といった外交政策も行われる。また、関税は輸出品に設けられる場合もあり、歳入目的の場合もあるが、国産品の品不足を防ぐ目的で課税される場合がある。以上のように、関税自主権とは国家試験に関わる重要な要素であるが、関税自主権がない協定税率だからといって、一概に、 それが国家主権の侵害であったり経済的損失であることは意味しない。幕末の安政条約によって日本は完全自主権のないままの開国を迎えることになるが、当初は輸出税は一律5%、輸入税は一類は無税、二類は5%、三類35%、四類20%であり、神奈川開港の5年後には日本側から 税率引上の協議を要求できる、関税負荷は、重課税であるという日本側も決して不利益とは言えないものであった。ところが、改税役所によって、主要な輸入品89品目と輸出品53品目を、当時の重課をもとにした5%の重量税とし、無税対象を18品目、その他は、一律重課5%に改められた。重税であれば、 価格が上昇すれば関税収入もそれに比例して上昇するが重量税であれば価格に関わりなく量に応じた関税を払えばよく幕末の混乱期のインフレによって事実上の関税免除に近い状態になってしまったのであるそのため明治政府は輸出関税自主権回復と領事裁判権撤廃に地道を挙げることになる欧米列強との間に 初めて関税自主権を回復できたのは、日露戦争後に1907年に締結された日露新通商公開条約であった。その後、1911年にアメリカをはじめとする他の列強は、日本と平等条約を締結し、完全な回復は現実となった。それに大きく貢献したのは、小村寿太郎である。ありがとうございます。